こんにちは、辻陽子です。いかがお過ごしですか？今日のテーマはこちらです。スピリチュアル系の人ってなぜお金がない人多いんだろう？あるいはビジネスとか稼ぐことが苦手な人がなぜ多いのかな？そんなことを受講生さんから質問されたので、じゃあ行ってみましょう。私なりにね、紙にね、どこが引っかかってんだろうなってね、書き出してみたんですよね。なので、それを読み上げてみます。スピリチュアル好きな人、確かにね、お金ないんですとか、お金を得ることが苦手ですとか、仕事が続きにくいっていう人も多いかもしれないし、その傾向は私も感じています。で、それを必ずしも悪いこととも思ってないけど、問題だなとか、ここを解決したいなっていう人はいるだろうなとも思います。で、その考えられる理由、一番。私が考える理由ね。本当の本当のところは、お金を好きじゃない。もしかしたら嫌ってる。嫌いじゃないけど、お金怖いって思ってたりとか、お金を得ることが怖いと思ってたり。とにかくお金への抵抗感がある。私が一番強く感じるのはこれです。これはっきり言って、別にスピリチュアル好きだからとか関係なく、一生懸命働いてるのに、なんで私のお給料こんだけなんだろうかとか、私の生活ってなんでこうなんだろうって思ってる人全てに当てはまると思っています。2番目。これはスピ系の人の特徴ですね。引き寄せ的なことをすごく学んだりマスターすれば、それでいけるって思い込んでいる。それね、間違ってないです。めっちゃ大正解。合ってるんだけど、その結果ね、取るべき適切な行動をやってなくて、思いの思念というかテレパシーというか、それを一生懸命飛ばすだけ。まあ、最近の私の動画だとね、時間がおかしいっていう話をしたんですけども、あなたの人生の未来に向けて、こうなりたいな、ああなりたいなっていう願望のボールみたいなものを川の川上に投げてください。そしたら、いずれ川上からその願望、チャンス、きっかけが流れてきますからっていう話をしたんだけども、こんな感じでね、思いの念を飛ばすとチャンスが来る。この時に行動を取っていない人がいる。これが2番目。この辺後で詳しく説明します。はい、3番目。特にね、ビジネスで成果出したいと思ってる人は、ビジネスの仕組みとか基本的なやり方、ここがわからないまま、なんとなく始めちゃってるっていうことです。で、4番目。ビジネススタートしてもなかなかうまくいってないなっていう人はね、多分ね、収支を考えてない。収支っていうのは何かっていうと、経理のことですけど、まあもっとわかりやすく言うと、家計簿的なものを考えていないっていうことです。これね、もともと生まれつき、無能優位で感覚重視の人。だから、アーティスト系だったりとか、まあそういう人も、ここが苦手な人が多いかな。はい。5つ目の理由は、これはスピ系あるあるです。自分の今の状況があまりいい感じじゃなかった時に、それをすぐにね、あ、これは何かのメッセージかも、やめとけっていうことかな、みたいな感じでね、行動をストップする理由にね、すり替えてしまう。これはもう厳しい表現で言うと自己正当化になるんだけど、まあ、こんな感じかな。この5つが私が思いつく理由です。で、ラストね、6つ目考えられるのはね、生まれつき目に見えないものが見えたりとか、人の空気が読めすぎる。そういうようなものってね、これね、生まれつきの人は持って生まれた才能資質と言っていいんだろうけれども、これさえあれば、スピ系のビジネスでうまくいくっていう風な思い込みですね。まあ、これ以外にも何かの技術や知識がすごくあったりとか、この技術があるとうまくいくって思ってる人とか、これも思い込みである勘違い、間違いだと思います。はい。じゃあ、一つずつ説明していきますね。一番、お金のことが好きじゃない、または怖いと思ってる。これです。これはね、まだね、怖い、稼ぐって聞くだけでちょっと抵抗感とか、これが出てくる人はいい。なぜなら、あ、私の中に怖い気持ちがあるなって、
気づけてるからです。気づけてる人だけが対策打てるから、もうこれは最高です。が、厄介だなって思うのはね、好きに決まってると自分で思い込んでる、信じてるのに、いつもお金が足りないって思ってるとしたら、あなたのその本心、本当かどうか今疑う時です。この辺はね、潜在意識の仕組みとかが分かってきたら、本当か嘘なのか、自分が頭で思い込んでるだけの誤解なのか、すぐに判別がつくようになるんですけどね。自分のことなのに気づけていない本心、本心も一つじゃないんです。お金が好きも本心なのよ。けれども、お金が嫌いも本心なのよ。で、こっちが見つけられてない人がいる。私の友達にもいる。そうすると、こっちの本心とお金が好きの本心が綱引きするわけ。綱引きでこっちの潜在意識側が勝っちゃってる人がいる。そうすると、もう真面目に一生懸命生きてるのに、なんでこんなに私お金に縁がないんでしょうか、みたいな結果になる。この人はね、まず第一歩は、私はもしかしてお金が嫌いじゃないだろうかって疑ってみる。疑ってみるところが階段第一段目ですね。そして望む結果に行くための第一歩ですね。で、気づけたなら、私のこの YouTube チャンネルの中でもお金の動画他にも出してるから、よかったらそれを見てもらったり探してください。じゃあ、一番はそんな感じです。同じくお金を受け取るのが怖い人。これね、怖いという自覚があるなら潜在意識ではなくても、この脳みその顕在意識の方にちゃんと気づきがいってますからね。この人たちはどういう対策を打てばいいのか。怖いを減らしていけばいいだけです。でね、怖いのは何でかですよ。おおむね私たちっていうのはね、よく知らないことは怖いの。お金も一緒です。お金の知識の本を読んでください。これはね、本がいいです。YouTube とかで見るのもありなんだけど、いろんな人が自分の主観で喋っているので、いろんな意見がいっぱいあって混乱して迷うんです。なので、私としては、できるだけ大手出版社で出ている本で、そしてタイトルがキャッチーすぎない。中学生でもわかるお金の基礎知識みたいな、つまらないタイトルの本がおすすめです。こういうような本をね、読んでね、お金ってどういうものなのかを、まず、面白くないかもしれないけど、知るところからスタートです。一冊買って、もう最初の数十ページだけでもいいから、読んでみましょう。はい。二番目の理由、これはスピ系あるあるって言いましたけど、引き寄せの法則の達人になってしまったら、それでいけるって思ってて、それで結果的に、お金が減っちゃってる人いません。どういうふうに減るかっていうとね、そのようなセミナーに申し込む。これが一番多いパターンだと思う。あるいはね、うまい投資話に引き寄せたって思って乗っちゃって、被害に遭っちゃう。で、引き寄せだけでいけるって信じ込みすぎてる人へ、さっきも言った通り、引き寄せは正解ですよ。けれども、私としては二つの落とし穴があると思っていて、一つ、引き寄せるためにすごいこう、マインドセットをする。つまり、いい波動をキープ。波動高く。お金を得たいから、そのためには私は引き寄せの達人になったりしなければいけない。だから、引き寄せの達人になるセミナーに行く。これがまず一つ目ね。楽しそうと思って学びに行く。そしてお金使うこともいいんですけど、お金を得たいって思ってるのに、お金使ってしまったら、お金出してますよね。それからね、言いたくないけど、そういうようなセミナーやってる人のね、全員とは言いませんが、大半の人は、こう言うんです。お金はエネルギーだから、使えば使うほど自分に流れ込んでくるんです、って言うんです。本当にこれそうでしょうか。なんでお金使ったらお金増えるって、変な思い込みをしちゃってんの。これも、私はあえて言わせていただきます。洗脳ですよ。マインドコントロール。あなたがもし、お金は使えば使うほど入ってくるって信じてるなら、私は洗脳されてるかもしれないって疑ってみてください。もしも洗脳されてたって気づいたらぐさっと来て、一瞬凹むと思うけど、
ずっとこっから先もそういう人たちのカモにされ続けるよりはいい。望む人生の方に行ってほしいから、この思い込みは解除しましょう。解除は簡単です。自分のその思い込みを疑うだけでいい。とにかく、お金を使えば減るんで、お金がもっと入ってくる人になるために、お金のセミナーに行く、そしてお金を支払うってことは、お金を得たいのに逆の行動をしてるってことには気づいておいてくださいね。気づいた上で、それでも申し込みたいから申し込みます。これはありなんですよ。このことを自己投資っていう表現で言います。けれども、その自己投資を、できるだけお金かけずにやれるんだったら、かけずにやった方がいいと思いませんか？お金が欲しいんだったら出ていく方を極力減らした方がいいんです。なので、疑うところからやりましょうね。この2番に関しては、もう一つ罠があるって言いましたよね、さっきね。それはね、思いの思念を飛ばす、テレパシーを飛ばす、どんな表現でもいいんですが、自分の未来に向けて願望を投げとく。そのボールを投げたらいずれ来る。それはそうなんですが、この念を飛ばすことさえやってれば、どんどん人生が変わるっていう思い込みです。違うんですよ。来たらキャッチしなければいけない、そのボールを。そして、それに基づいて適切な行動を取らなければなりません。私たちはいくら意識が5次元レベルだとしても、この3次元に属する肉体を持っているので、適切な行動をしなければ欲しい結果、望む結果は得られません。これは、あなたが友達に会いに行こうって思った時のことを考えてもらうだけですぐにわかること。直接会いたいっていう場合は、私だったら、近所だったら歩いていくし、遠かったら電車とか飛行機とか新幹線に乗ります。交通機関に乗ったり、自分で歩いたり、というような行動を取らなかったら、友達に会えません。私は人生で 50% くらいのことはコントロールが効くと思っているし、自分の意識を使うのが上手くなればなるほど、引き寄せ率はアップするって思っています。だから、引き寄せの法則に関して私は正解だって思ってます。思ってますけど、あまりにも盲目的にこのことを信じすぎると、うまくいかないでしょうし、お金も引き寄せられないと思います。はい。3番目。特にビジネスでなかなかお金が入ってこないなっていう人はね、そもそもビジネスとは何なのかが分かってない人が多いなという傾向を感じています。これは特にスピリチュアル系の人は多い。あとアート系の人も多い。こういう人もね、ビジネスのやり方のイロハのイの本を一冊読んだらいいと思います。これもね、大手出版社から出てる本。そして、あんまりキャッチーじゃないタイトルの本がいいです。これ一冊読む。そしたら、ビジネスとは一体何をすることなのかの基本がわかります。ビジネスっていうのは、誰かが困ってたり、これがあったら便利だなとか思ってる時に、じゃあそれを私が提供しましょうっていうことです。そして、これをニーズマッチって言いますけど、この時に、じゃああなたのその、売ってるものをくださいっていうものの場合もあるし、あなたのそのサービスをください。これでニーズマッチが起こった時に商品やサービスとお金の交換が起こるんですね。これがビジネスです。この基本的なことが分かっていない人が結構いるなと思っています。はい。で、4番目。ちょっと3番にまつわるけれども、収支を考えない。お金が欲しいって思ってるのに、お金の計算をしない。なぜなら苦手だから。みたいな。これはね、感覚重視が、だから、アーティスト、芸術系の人には多いんだけど、こういう人は、ここが苦手なんですよ。そこは、ちゃんと計算していきましょう。特にね、自分で副業なり、何かを始める場合、手作り物で言いましょうか。材料を仕入れなければいけないんで、まずお金使うでしょ、材料費。次に、自分が制作する時間、これを時給で計算するんです。1個作るのにどれぐらいかかるかな。で、3番目。これをもし通販で売るなら、ウェブサイトとかいろんなところで宣伝して、こんなの売ってますって知ってくれた人が申し込んでくるわけですけど、こ
ここに使う時間、ここもね、労働時間なので、この時間も時給計算してください。で、その次、注文が来た場合、通販の場合だったら、それを発送しなければいけないんで、発送にかかる時間、これも時給計算。そして、発送するときにいるものがいるでしょう。例えば、レターパックで送るんだったら、レターパック代とか、伝票とか、ここにかかるお金もいりますね。そしたら、トータル、これ全部合わせていくらかな。これよりも高い値段をつけて売ってください。そして高い値段で売れたら、あなたに振り込みとかクレジットカード払いだったら振り込んでもらった金額。そこからこのいろいろかかった、この金額を差し引く。差し引いた時の残りを、純利益って言うんですけど、まあ、これ計算出すってこと。この時に必要なのは、足し算と引き算だけなので、小学校1年生レベルの算数でやれるんですよ。これをね、あまりにもやらなさすぎる。ここ計算出していきましょう。はい。そして5番目は、状況が良くない時です。特に。その時にね、スピ系あるあるなんですけど、これやめとけっていうメッセージかも。っていう風にして、行動をストップしてしまう。ということです。例えばありがちなのは、副業やってみようと思うんだって言ったら、仲のいい友達で、あるいはご家族とか、反対してくる人がいる場合がある。これね、あなたの成功を阻もうとしてるんじゃなくて、老婆心っていうやつです。あなたのことを思うからこそ、あなたのことが好きだからこそ、やめといた方がいいんちゃうって、老婆心から言ってくれる人がいるんです。そうすると、は、これはやめとけという高次元からのメッセージみたいにスピ系の人はなりやすい。いや、やりたいって決めたら、もう淡々とやっていきましょう。思わぬ状況っていうのは、いろいろ来ます。そういう人のやめといたら、以外でも、些細なトラブルなんかいっぱい来ます。だけど、それが人生なんです。だから、ここに振り回されたり、いちいち深い意味付けをしない。誰かのメッセージねって言って、本当はやるのが怖かったり、行動するのが怖いのを正当化しない。この辺が私の思う理由と対策。で、ラストのおまけは、これはもともと生まれつき見えない波動をキャッチしやすいとか、あるいは霊感があるとか、こういう人ですけど、それがあるからうまくいく、ビジネスにしたらうまくいくとは限らない。めちゃめちゃ味がいい店が流行るんだったら苦労はしないんですけど、そうじゃないのよ。駅前だから流行ってるところもあれば、内装が素敵だからとか、流行る理由っていろいろあって、味が美味しいイコール流行るってことないの。だからそこさえあればうまくいくってこともない。他の要因も必要なので、もしも自分のその特性、資質、才能を活かして何かビジネスやっていきたいなって思ったら、ビジネスの始め方の本をまず読む。そしてお金の仕組みについてまず知る。ここからスタートして、そしてニーズマッチが起こった時にビジネスっていうのは契約が成り立つんだよっていうことを楽しみながらやっていってください。はい。というわけで、今日はね、資産運用でお金増やすとかね、こういう話はしなかったけれども、まあ、何かの参考になる人がいたら嬉しいです。あとね、私ね、やっぱね、人生、せっかくこうやって生まれて生きてるなら、自分がこうなりたいな、ああなりたいなを叶えていきながら、みんなで幸せな方向へ向かっていきたいし、で、より良い地球、平和で、やりたいことが伸び伸びやれる地球、こうなったらいいなって思って、その目的でこの YouTube チャンネルをやっています。というわけなので、まあ、なんとなく私と波動共鳴してくださって、こうやって最後まで見てくださる方、見てくださって本当に嬉しい。ありがたい。では、今日はこれで終わります。じゃあ、さよなら。またです。